はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この話ではこのジャンベという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこのジャンベの基本的な奏法だったりいくつかのリズムパターンについて解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回でこのジャンベ編最終回でございます。はい、今までありがとうございました。以上ね、今までの動画で全てのこのジャンベに関する基本的な情報はお伝えできたかなと思いますので、あとはね、見返して復習して練習していただいて、でさらにもっと深い内容が知りたいよと、いろんなリズム知りたいよという方は僕の個人レッスンにお申し込みいただくか、あるいはいろんな教材が出てます。教本とか教則 DVD がありますので、そういうのを見て勉強していただければいいかなと思っております。はい、で最後にね、何をやるかっていうと、今回やるのはシグナルでございます。はい、シグナル何ですかっていうとね、まあ簡単に言うと合図っていうことなんですけれども、まずは聞いていただきましょう。はい、これがシグナルでございます。はい、これ YouTube でジャンベの演奏やアンサンブルを見たことがある、聞いたことがある方であれば1回ぐらいはね、耳にしたことがあるんじゃないかなと思います。でこれ一体何かというと、始まりと終わりを決めるカウントのようなものですね。まあ日本語で言うと合図だったり、英語で言うとシグナルって言ったりするんですけれども、まあ、要はね、これを叩くことによってこれから始まるリズムがどんなものかっていうのが分かりますし、最後曲が終わるとき、リズムが終わるときにこれを叩いてみんなでピタッと終わることができるといったフレーズなんですね。で、元々の西アフリカのジャンベのアンサンブルの中ではもちろん使われますし、まあ、それ以外でも現代でもですね、パーカッショニストたちが例えば複数人集まってきてみんなで叩きまくる、ジャブる、セッションするっていうことあると思うんですけども、そういう時にも、このシグナルを使って始まったり、終わったり、することができるといったようなフレーズなんですね。で、これってある種、マナーっていうかね、お約束みたいな感じなので、これ知らないと、うまくね、始まれなかったり、終われなかったりしちゃいますと。だからこれ知ってることが、ある種ね、常識というか、知ってて当然みたいな感じなので、知らなかったよという方はね、ぜひこの動画で、覚えていただいて、もうドヤ顔でね、あ、知ってる知ってる、シグナルね、という感じでやっていただければいいかなと思います。はい、ではいつも通りですね、まず口でリズムを歌えるようになってから手で叩けるようにしてみましょう。はい、口で歌うとこんな感じです。トラットトッ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 ト、カカカ。はい、もう一回言いますね。トラットトッ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 ト、カカカ。はい、これしばらく僕歌ってみますので、真似して歌ってこのまま覚えちゃってください。もう空で歌えるように言えるように覚えちゃいましょう。いきますよ。トラットトットットットカカカ、トラットトットットットカカカ、トラットトットットットカカカ、トラットトットットットカカカ。はい、いかがでしょうか、覚えましたか。トラットトットットットカカカでございます。はい。なんで、トラットトットットとカカカ、トラットトットットとカカカ。まあ、現代のビートで言うと、4ビート、4カウントってことですね。トラットトットットとカカカ、4拍。はい。で、この4拍によって、これから始まるリズムがどれぐらいのテンポ、スピードなのかっていうのと、あとリズムの跳ね具合ですね。どれぐらい跳ねてるのか。例えばこのシグナルがトラットトットットとカカカってこうきっちりした感じだとイーブン、跳ねてないリズムになりますし、トラットトットットとカカカってこうちょっとねバウンスしてるっていうか、カカカってこう跳ねてるような感じだと、そこから始まるリズムもバウンスしている、跳ねてるようなリズムになります。で、まず跳ね具合はそんなに気にしなくていいので、自分が歌いやすいような、乗りやすいような形で口ずさんでみるといいかなと思います。トラットトットットット、カカカ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 。はい、ではいよいよジャンベで叩いてみましょう。今手元に楽器がないよという方は膝の上などを叩いてイメージトレーニングしてみてください。でまずですね、この音色の確認なんですけれども、トラットトットットとカカカっていうね、最後のカカカは、まあ、おそらくスラップであろうと、はい、合っております。最後はスラップ3発ですね。でそれ以外は全てオープンです。オープントーンでトラットトットットと、はい、これ全部オープンで叩きます。はい、で
問題なのがね、トラですね。トラ、トラってなんだよってね、感じだと思うんですけども、トラっていうのはですね、これ右左の手をほとんど同時に落として叩きます。はい。で、微妙に時間差をつけることによってトラッ、トラッ、トラッってこう2音節、2段階音が鳴るようにします。つまり完全に同時に落としてしまうと、これ1個しか音出ませんけども、若干ね、若干ずらすことによって、わかりますか、トラッ、トラッってこうね、2段階音が出ましたよね。はい、このように叩きます。で、手順はですね、これどっちでも大丈夫です。どう叩いても大丈夫。自分が叩きやすい方で、つまり左から落として後から右手が来る手順でもいいし、右から落として後から左手が来る手順でも、どちらでも大丈夫です。両方やってみて、叩きやすい方で叩いてみてください。はい、ではしばらくこのトラだけ練習してみましょう。ちなみに高文と同じ手順がいいという方は左手からです。左手右手の手順で叩いてみてください。せーの、トラ、うん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 、はい、できましたでしょうか。これができましたら、あとは続けてね、トラッとトトトトカカカと叩いていただければいいんですけれども、問題なのこれ手順ですよね。手順ね、これ実はどう叩いても OK です。はい、実はね、人によって違います。極端な話、これね、ずっと片手で叩いてもいいし、こうどっかね、2回連打しちゃってもいいし、まあ僕みたいにですね、左右が交互になるように叩いても OK。まあ、叩きやすければ、そしてこのトラトトトトトカカカっていうニュアンスで歌うことさえできればね、まあ、どう叩いても OK です。叩きやすいやり方でやってみてください。はい、ではこのシグナルの最初の部分から順番に練習してみましょう。まず最初の部分は、トラトト。はい、これだけです。トラトト。これだけ練習します。せーの。トラトト。せーの。トラトト。せーの。トラトト、スリー、フォー、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 トラトト、最後、トラトト。はい、ではもうちょっとフレーズを長くしてみましょう。トラトトトト。はい、ここまでいってみましょう。トラトトトトです。はい。一緒に叩きますよ。せーの、トラトトトト、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 スリー、フォー、トラトトトト、スリー、フォー、トラトトトト、最後、トラトトトト。はい、できましたでしょうか。はい、では最後にトッカカカっていうね、トッカカカ、オープンスラスラスラっていうね、最後のスラップ3連発を加えて、フレーズ完成、シグナル完成でございます。続けていきます。トラットトトトトカカカ、はい、トラットトトトトカカカ、はい、トラットトトトトカカカ、はい、トラットトトトトカカカ、はい。はい、いかがでしょうか。できましたでしょうか。これ手順は自由な手順で構いませんので、叩きやすいやり方でやってみてください。で、なんかよく分かんなくなっちゃったなという方は、動画をね、またちょっと戻して最初の方から見返して見直しながらやってみてください。で、これが叩けるようになりましたらですね、晴れて
アンサンブルに参加することができます。はい。で、どんな感じかというのを今やってみます。まず、シグナルを叩きます。トラッとトトトトカカ。はい。で、これから始まるこのリズムのテンポ、曲のテンポがこのシグナルで、トラッとトトトトカカカ。トラッとトトトトカカカ。これで決まります。はい。で、ここから先はこのテンポで進むよということですね。で、何かしらのリズムパターンを叩く。例えば、前々回やったマクルっていうのをね、叩いてみます。トラトトトトトカカカ、トトカトトトカ。はい。で、こうしばらくリズムを叩いたり、ソロを回したり、いろいろね、アンサンブルで盛り上がったり、踊ったりなんだり、して、まあ、一段落つきましたと。まあ、そろそろ終わりますか、締めますかっていうところで、またシグナルをやります。で、リズムを叩いてるところからシグナルを入れて最後終わるっていうところをやってみます。はい。これで終わり。一件落着っていう感じなんですね。はい。で、最後、トラッとトトトトカカカまで打ったら、もう一発、最後、次の拍の頭にドーンと一発。入れて、これで終わりっていう感じです。もう一回言いますね。トラットトトトトカカカボン。よくね、アフリカのパフォーマンスなんかでは最後のドーンのところでですね、みんな思い思いの決めポーズ、ドーンだったりね、ドーンみたいな決めポーズをやったりしておりますので、そういうのね、考えてもいいかもしれません。トラットトトトトカカカドーンみたいな、やってみてもいいかもしれません。はい。はい、じゃあ最後にシグナルをやった後にククのようなちょっと前倒しで始まるリズム、食って入るリズムのパターンっていうのをやってみたいと思います。食って入る場合もですね、そのまま叩きます。つまり、トラッとトトトトカカカカトトトカトトト。で、これちょっと前倒しで始まりますね。トラッとトトトトカカカカトトトカトトトカト。このように続けて始まりますので、こういう風に食って入る場合はね、油断できないっつうか、このシグナルをしっかり聞いて、トラトトトトトカカカカドーンってこう、しっかりと、入れるといいかなと思います。はい、ちょっとやってみますね。トラトトトトトカカカカドドカドドカ。はい、こんな感じで流れるようにね、スムーズに入っていきます。もう一回やってみます。トラトトトトトカカカカドドカドドカ。はい、最後いきます。はい、以上シグナルでした。いかがでしたでしょうか。最初に言いました通りですね、このシグナルが例えばすごいゆっくりだった場合、トラトトトトトカカカってね、ゆっくりだった場合はそこから始まるリズムがゆっくり始まるよっていうことですし、トラトトトトトカカカみたいな、すごいバウンスしている、跳ねてるようなリズムでシグナルが始まった場合は、やっぱそこからのリズムは跳ねたリズムが始まるよっていうことになります。まあ、それぐらい重要な決定権を持ったフレーズだっていうことですね。で、これジャンベのアンサンブル以外でもですね、例えば曲中のパーカッションソロ、ドラムソロのねなんかをやってる時に、最後終わる時なんかにも使えるでしょうし、複数人パーカッショニストが集まってジャムセッションする時なんかに、始まる時と終わる時にこのシグナル使うことができると思いますので、ぜひ活用していただければと思います。これ知ってるとね、最後にスパッと終わることができる、トラトトトトトカカカドンみたいな、なんかこう決めポーズを作ってね、終われるといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。今後このジャンベに関するですね、動画を上げた際は、ジャンベに関する動画っていうね、再生リストに足していきたいと思いますので、再生リストぜひチェックしてみてください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッション、ワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。